私の名前はユミ。今は休職中の身で実家暮らしの23歳だ。今日は兄の庄司が恋人を連れてくるというので、母が緊張のせいか動き回っている。すぐ立ち止まっては掃除をしたり、ちょっとした片付けをしたりと、そわそわしていてこっちが落ち着かない。幼い頃に父を亡くしているため、うちは母子家庭だ。仏壇に飾ってある父の家を見ては、微笑んでいる母を見ると、私も嬉しい気持ちになる。どんな人だろうね。とても優しい子みたいよ。そんな会話をしていると、チャイムが鳴った。母が出迎え、兄とその恋人が家に上がる。兄の恋人は、目鼻立ちがはっきりしている美人で、兄は照れくさそうに恋人を紹介した。はじめまして、エリです。兄が綺麗な女性を連れてきたことに、母は舞い上がっていた。お茶を飲みながら世間話をする。ユミさんは何をしているんですか？今は何もしていません。職探し中です。一瞬だけ、エリに鋭い目つきをされた気がする。母がお茶のおかわりを持ってくるために立ち上がり、兄がトイレに行くために二人っきりになったとき、寝踏みされるような目で上から下まで見られた。険悪な空気を感じ取った私は、明るい話題を振ろうと考える。一度も就職したことないって聞いたんだけど本当？働かないの？今はどうやって生活してるの？23歳だったよね。親のすねかじってて恥ずかしくないの？明るい話題を振る前に先に質問攻めにされた。さっきほどの鋭い目つきは気のせいではなかったらしい。私が無職なのが心配なのだろう。結婚も視野に入れてるはずなので当然のことだ。働くつもりはあります。働くつもりってすぐ就職できるの？あんたがすぐ就職できるような、できる人には見えないけど。働いてからもここに住むの？何の話してるんだ？女子同士の会話をしていたの。兄が帰ってきた瞬間、エリは露骨に態度を変えた。言われてみれば、女同士特有の会話かもしれない。兄の腕を掴みながら、威嚇するようにこちらを睨みつける。この人とは仲良くできないし、あっちも私と仲良くする気はないのだろう。母が帰った後、母と二人で後片付けをする。明るい子だったね。うん。あんな美人でいい子が、兄ちゃんと結婚してくれるなんて。そうだね。母の嬉しそうな様子を見ると、二人っきりの時の言動を話すことはできなかった。私のことが気に入らないから、ああいう接し方をするのか、あれが本性なのかわかりかねる。私が地味な見た目をしているからだろうか、兄に相談した方がいいのだろうか。しかし、自分のせいで兄とエリの中に亀裂が入ってしまうのは嫌だ。悪く考えすぎちゃダメだ。まだお互いよく知らないし、私が働き始めたら変化があるかもしれない。私が無職なのは、祖母の介護をしていたからだ。専門学校で介護の資格を取得後、就職せずに近所の祖母を見ていた。母子家庭だった私の家族は、親戚や祖母にとても良くしてもらったので、卒業後に祖母を見るのは不満でも何でもなく、むしろ希望したほどだ。周りも私一人に全てを押し付けるわけではなく、協力してくれたし感謝もしてくれた。そんな祖母は今から数ヶ月前に他界した。祖父母の片付けをしたり、運転免許を取ったりして、求職活動を始めた。幸運にも就職先はすぐ見つかった。半年後にエリと結婚するつもりだ、と兄から連絡が来た。兄たちが遊びに来て以来、エリとは話すことはなかったが、ずっと付き合っていかなくてはいけない相手となると気が重い。両家の顔合わせに出席した母は、あちらのご両親は気さくな人で楽しい食事会だった、と笑顔で帰ってきた。兄は仕事が多忙なため、入籍は先にするが、結婚式は半年後に挙げる予定らしい。兄嫁となったエリとは気まずい関係のままだが、兄が結婚することはめでたい。私は母と買い物に行き、お揃いの食器をプレゼントした。結婚式の日にちが近づいてきた頃、兄からメッセージが届く。エリが私と二人っきりで遊びたいと言っているので、家に遊びに行かせていいかと休みの都合を聞かれた。断りたいと思いつつも、エリとの関係を改善したいとも思っていたので、休みの日を伝えて家に来てもらうことにした。できれば母がいる日が良かったが、あいにくなことに近場で母と私の休みが同じ日はなかった。母に伝えると、母は、エリちゃんと食べて、と私の好物を買ってきてくれた。あの時のエリは無職だった私に働いてほしくて葉っぱをかけただけだと思い込むことにする。そして当日、仕事に行く母を見送り、エリが来るのを待った。チャイムが鳴ったので玄関を開けると、エリが機嫌悪そうに立っている。いらっしゃい、どうぞ。扉を開けて家に入ってもらおうとしたら、大きなため息をつかれた。あのさ、あんた車を買ったんでしょ？少女から聞いたよ。迎えに来るとか気を利かすことできないの？社会人になったんだからさ、それぐらいの気遣いができないとダメでしょ。あと、あんたから送られてきた食器、趣味悪すぎるんだけど。入籍祝いに送ったプレゼントのことを指しているんだろう。やっぱり好かれてはいないし、私の苦手な相手だと再認識する。エリはなぜ私に会いたがったのだろう。エリは家の中を物色するような目つきで歩き回る。一体ここへは何しに？一度話しておかないとって考えててね。あんた鈍そうだし。話？いつこの家を出ていくか聞いておかないとね。働き始めたんでしょ？なら一人暮らしすれば？今まで十分甘えたんだから早く自立しなよ。上からの物入れ頭に来るが私は怒りを抑えた。あなたには関係ありませんよね。頭悪すぎでしょ。私はあんたのお兄さんと結婚したの。この家のことに口を出す権利ができたんです。子供ができたらここで子育てしたいんだよね。利便性もいいし、買い物する場所もいっぱいあるから。でもあんたとは絶対に一緒に住みたくない。一緒に住んだら私まで地味で根暗になっちゃいそう。この家はいずれあんたのお兄さんのものになるんだから。早く出て行ってくれない？この家で同居するって兄が言ったんですか？兄が望んでるとは思えないんですけど。望んでなくても私が頼めばあんたのお兄さんはそうしてくれるの。あまりにもわがままで自己中心すぎる。私は呆れてしまった。これからエリとの付き合いがずっとあるなんて頭が痛くなる。なんで兄さんはあなたみたいな人を選んだのか全く理解できない。兄はあなたのその性格を知ってるんですか？やだ、ひがみに聞こえる。あんたのお兄さんはね、私に惚れてるから何でも言うこと聞いてくれるの。お母さんも地味ではあるけど言うこと聞いてくれそうだし、家事をやる人は残ってもらわないと、せっかく稼ぎのいい人を捕まえたんだから。どうして私だけ出て行けというのか不思議だったが、エリは母を家政婦にするつもりらしい。エリの言いように怒りが湧いてくる。普段怒らないせいか、怒りをうまく噴出することができず、どうぶつけていいかわからない。ねえ、ちょっとこれブランド物じゃん。リビングの片隅に置いといた私のカバンをエリが持ち上げた。触らないでください。無職だった人が持っていいものじゃないでしょ？エリは私のカバンを漁り始めた。ちょっと、やめてください。この時計ってかなり高いものよね。私がもらってあげようか。エリはカバンの中に入っていた時計に目をつけて拾い上げる。返して！それは祖母からもらったものなの。私は、エリからカバンと、エリが見とれている時計も強引に取り返す。やっぱあなたとは仲良くなれない。帰って！あーい。居座ると思いきや、エリはニヤニヤしながらあっさり帰っていった。が、帰った後、どうしてこんな悪意を向けられなきゃいけないんだ。私が何をしたって言うの？と、一人で泣いた。その夜、兄と母が一緒に帰ってくる。エリを連れて。ユニ、お前はどういうつもりだ？エリに対して喧嘩をふっかけたり、嫁いびきのようなことをしたみたいだな。エイディさんが落ちていたカバンを拾おうとした瞬間、あなた触るなって突き飛ばしたんだってね。兄は怒鳴り声を上げ、母は私をいさめてきた。突き飛ばしてなんかない。取られたカバンを取り返しただけよ。意地悪してきたのはあっちで、私は仲良くしようと頑張ったんだよ。私も負けじと訴えるが、私が悪いんです。ユミちゃん、私が嫌いみたいで。私、同世代の女の子に嫌われること多いので、ユミちゃんもそうなのかなって。ユミちゃんはお兄ちゃんが取られるみたいで嫌だったんだよね。私の配慮が足らなかったんです。怒る私としくしく悲しげに泣くエリ。傍から見ても、私が悪者に見えるのは当然だろう。エリに謝れ、ユミ。誤解があったにしろ、まずは謝りなさい。エリは泣くふりをしながらも、大きな黒い目はこちらを睨みつけていた。ほら見ろ、と言わんばかりの顔をしているように見える。私は兄と母に言い分を聞いてもらえず、悲しくてたまらなかった。二人は私に謝るように促してくる。二人は私が喧嘩をふっかけたり、嫁いびりするように見えてたの？私のことは一切信じてくれないんだ。二人は私の言い分を全く聞いてくれなかった。本当に嫌なら、入籍祝いにペア食器なんて送らないよ。私は、悔しさと悲しさが織り混ざり、近くにあった財布だけ持って家を飛び出した。少し離れた場所に、おばたくがあるため、泣きながら駆け込んだ。どうしたの、ゆみちゃん。そんなに泣いて。何があったの？と、おばは私を家に入れてくれると、私の背中を注ぎながら話を聞いてくれた。あらまあ、嫌な女というものを体現してるような人ね。母も兄ちゃんもね、私のことを信じてくれないの。戻ったらあの人がいる。もう帰りたくない。うまく丸め込まれたのでしょうね。家に帰りたくないならここにいなさい。私は気ままな一人暮らしだから。おばさんは私のことを信じてくれるの？当たり前じゃない。いつも周りの状況を見て助けてくれた心優しいユミちゃんが、そんなことするわけないわ。おばと話しているとスマホが震える。登録していない番号から電話がかかってきたのだ。嫌な予感がして電話を出るか迷ったが、おばが、例の女からかもよ。出てみたら？というので、私はうなずき、おばにも聞こえるようにスピーカーにして電話に出た。もしもし、聞こえてんの？電話相手はエリからだった。おそらく遊びに来ると言った時、兄から私の電話番号を聞いたのだろう。気は乗らないが話すことにする。どこにいるのよ。おばは人差し指を口の前に置いて、し、という動作をした。ホテル。私は最小限の言葉しか口にしない。ねえ、これでわかった？あんたの言葉は誰も信じないって。お母さんですら私の言うことを信じたのよ。優しいお母さんでよかった。あれからずーっと二人は私を慰めてくれた。なんてひどい子だって。あんたのこと怒ってたよ。エリが本性を表したことにより、おばは興奮して目を見開き、喜ぶリアクションをする。母と兄のことはショックだったが、おばのリアクションが面白くて、おばの前でもっといろいろ暴いてやろうと思った。別にいいですよ。私の性格が悪いのは間違いないので。性格の非を自分で認めると心は軽くなって反撃してやろうという気になった。おばがすぐそばにいてくれるのも心強い。エリさん、あの家に住みたいって言っていましたよね。知ってましたか？あの家の名義、実は私なんですよ。もともとは祖母のものだったのですが、私が相続しました。だから私は出て行きません。一生実家で暮らします。はぁ？嘘言ってるんじゃねえよ。そんな話は聞いてない。あなたに言う必要がないですからね。兄に聞いてみてください。私がそう言うと、電話は切れた。まあ、面白いこと。ああいう女はターゲットを選ぶのよね。あなたのお兄さんやお母さんの前ではうまくやってるんじゃないかしら？やっぱり兄は、あの人の素顔を知らないのかな？知っていたらあんな人を選ばないわ。でも爪が甘そうだし、そのうちやらかすわよ。私が間に入るともっとこじれる可能性もあるから、しばらく様子を見ましょうね。おばは母と話し合い、私はしばらくおばの家で生活することになった。エリの収益があってから日にちが経ち、エリから再び連絡があった。本当にあの家はあんたの名義みたいだね。意味わかんない。ならその分少女はお金をもらってるということ？私何も聞いてないんだけど。あなたには関係ないことですから、言うわけないですよね。ちなみに兄は何も相続していません。実家は今の恋人と結婚したら住むつもりです。利便性が良くて子育てしやすいですし、買い物する場所がいっぱいあるので。あんたみたいな女に彼氏なんていたの？意外だわ。あの家にあんたはふさわしくないのよ。初めて見た時から、あんたはいらないって思った。本当に邪魔。てか嫌い。初めて気が合いましたね。私もあなたが大嫌いです。生意気。あんたは結婚式に来るな。もし来たとしても、もっとひどい目に遭わせてやる。私から庄司やお母さんに、あんたは結婚式には出ないことを伝えとくから。兄の結婚式に欠席する非常識な妹。式であんたの悪口が聞こえるのが楽しみだわ。私が式に出席すると言ったら何をしでかすかわからない。もうどうにでもなるという気持ちになっていた。私はため息まじりに答える。わかりました。あなたの言う通り、あなたと兄の結婚式には行きません。もう勝手にしてください。私は電話を切った。そして脱力感に襲われる。いいじゃない。いつの間にかおばが近くにいた。一部始終を見ていたようだ。結婚式に来るなって言われたの？うん。でも、そんなわけにはいかないよね。いいえ。ここは花嫁の意思を尊重して差し上げましょう。おばさんに任せといて。しばらくお母さんと兄からの連絡は見ない方がいいわ。結婚式の日は特に見ちゃダメよ。おばはにっこり笑った。それから結婚式が行われた日、母と兄から鬼のように連絡が来たが、私はメッセージを見ることもしなかった。同性義に私の悪口を吹き込まれた母と兄が、結婚式に出なかったことを責めるだけだろうと思い、スマホの電源を落とした。ただいまー。あれ、おばさん？結婚式に出席したんじゃなかったの？おばは普段着で帰宅した。とても結婚式に参列してきた人の格好には見えない。ユミちゃんが欠席するのに私が出るわけないでしょ？親戚一同結婚式は欠席させていただきました。おばから話を聞いていたとき、不意に玄関のチャイムが鳴った。おば宅に訪ねてきたのは母だった。母は振り袖を着ていた。ユミ、私が間違っていた。ごめんね。母は疲れた顔をしながら私に謝罪した。おばが母を家に入れると、おばはワクワクした顔で結婚式の感想を尋ねた。エリは親戚が全員欠席することを知っていたようだが、兄と母には黙っていた。兄と母は親戚一同が欠席することを当日まで知らなかったようで、式場に着いてから唖然としたという。エリはこれを口実に、今後の親戚付き合いを断ろうとしたようだが、結婚式には友人であったり、仕事関係の人まで出席している。新郎側の参列者が母しかいないことに眉を潜めていたらしい。異様な空気の中、式は進行した。そんな中、一番の主役であるエリが、晴れ舞台の場でひそひそ話されるのに耐えることができず、兄と喧嘩になったらしい。エリの尻滅裂な私の悪口を聞いて、母は私の言っていることが正しかったと分かったようだ。結婚式の雰囲気は最悪のまま終わったという。おばが母に状況を説明しているとき、エリから電話がかかってきた。私はスピーカーにして通話に出る。ちょっとどういうことよ！電話に出た途端、エリの大音量の声が耳に突き刺さって痛かった。どうしたんですか？そんなに叫んで。あんたが仕組んだんでしょ？この卑怯者！結婚式をぶち壊して！私は何も仕組んではおりません。あなたが邪魔だから結婚式に来るなって言ったんですよ。私はそれをおばに相談しただけです。うちの両親はもともと親戚同士ということもあり、親戚一同仲がいいんです。知りませんでした？今回のことは、おばが親戚中に広めた。祖母の件があって、親戚は私に感謝している人が多い。そんな私を貶めようとする兄嫁の結婚式には出たくないと親戚一同で欠席することに決めたそうだ。意味わかんない。非常識すぎるでしょ。責任持ってあんたが取りなしなさいよ。どうして私が？あなたが私を邪魔者扱いしたんですよ。あんたは働かずに家にいたのに、周りから感謝されて可愛がられて、外見に一切気を使わない地味女でしかないじゃないの。なのにブランド物のバッグとか高そうな時計とか、いいもの持って、それに不相応なのよ。ちょっとぐらい私に協力しなさい。私が働いてなかったのは事情があったって聞いていませんでした？そんな高圧的な態度の人に協力なんてしたくはありません。事情なんて知らないわよ。あんたばかりいい思いして、おかしいでしょ？エリー、今の話本当なのか？庄司、どうしてそこに？急に兄の声がしてうろたえる兄嫁。話の途中で兄がおばたくに訪ねてきて、エリと私の会話を黙って聞いていた。お前そんな性格だったのか？ユミとのことも口から出まかせだったんだな。違うわよ。兄はポケットからユミの時計を出した。おばあちゃんの時計、どうして兄ちゃんが？俺たちの家にあった。エリに貸したりはしてないよな。私はうなずく。おばたくで生活しているから、時計がなくなっていたことに気づかなかったのだろう。時計に気づいたとき、エリは物欲しげな顔をしていたが、まさかあの後盗んでいたなんて。ごめんなさい、庄司。出来心だったんです。ユミちゃんが羨ましくて。ごめんなさい。本当にごめんなさい。エリは兄に謝る。エリさん、私にも謝ってもらえませんか？私に実家から出て行けって言ったり、母を家政婦にしようとしたり、裏で母と兄に私の悪口を言ったり、物を盗んだり、私を非常識な人間扱いしたことも謝ってください。私に謝ることはプライドが許さなかったようで、兄嫁は何か叫んで通話を切った。兄と母は私に謝った。信じなくてごめんと。二人とも結婚式で白目を向けられていたようだし、謝ってもらったことにより留飲は下がった。その後、エリは両親に連れられて謝りに来た。兄に離婚を言い渡されたらしく、私に謝りながら泣きついてきたが、きっぱり断った。兄の離婚の意思は固く、1年にも満たない結婚生活は終わりを迎えた。エリは職場でも物を盗んでいたようで大問題となり、職場をクビになった。風の噂で警察のお世話になったとも聞いたが、真は不明だ。私の方は何も変わらない日常を送りつつ、時折親戚の家に顔を出している。エリには見栄を張って恋人がいると言ったが、恋愛には全く無縁で、おばにせっつかれている。